すする TV。 ゼレゼレ、どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、横浜にある行けてなかったお店はこちらです。ドン。 JR 横浜駅から徒歩10分くらいのところにあります維新商店さんにお邪魔してます。こちら維新商店さんは目黒にある麺屋維新さんの姉妹店で、維新さんの動画もアップしているのでぜひ過去動画をチェックお願いします。神奈川方面の有名店はチェックはしてあるんですけど、なかなか行けなかったりとか行く機会がなかったりとかで、今回はね、重くなっている腰を上げてきましたということで、早速すすりに行きましょう。レッツゴー。さあ、維新商店さん、食券制です。今回は特中華そばの波をプッシュしました。歴史に弱いながらも必死で新選組ネタを探しながら待ってた。こちらが維新商店さんの特中華そばです。ウェーイ。安定感のありそうなスープと特製にしたことによる豊富なトッピング軍団が食欲をそそる。こいつは我慢できないぞってことで、いただきます。さあ、まずはスープから。ちょめめい。醤油自体の風味が非常によく、体の芯、幹、髄などでとにかく醤油味というものを楽しめるスープ。それだけではなく生姜も効いているので、後味すっきりでグイグイと飲めちゃいます。では次に縮れた中太麺をリフトして、はい、すするー。もよーん。ピロピロからなるスープの辛みはピカイチで、強めなもっちり食感も食べ応えと満足感をもたらしてくれる。スープには少し背脂も入っているので、動物系のコクも感じながら、斎藤はじめ役の時の小田切城かっこよかったなーなんてことも思います。さあ、改めてスープを飲むと、やはり醤油そのものの風味が非常に良いことを改めて感じて何度も飲んでしまう。そんな感動に包まれながら、クラウチャーシューも燻製の風味があり、スモーキーチャーシュー好きのすするには刺さります。もう一枚連続で食らっちゃおう。てな感じで、自家製平打ちピロピロ麺は後半になってもよれることはなく、いつまでも新鮮な気持ちですすることができ、ワンタンも丁寧な仕上がりがうかがえる、後味にすっと抜けていく生姜の風味がたまらないもの。そんなこんなで、いつまでもうまいうまいと言いながら食らいまくって、余裕の完飲&完食です。大変美味しくすれました。骨の髄まで醤油のうまさを味わえる一杯でした。それではごそめ。はい、ごちそうさまでした。いやー、維新商店さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。醤油そのものの風味がもうすごく良くて、骨の髄まで醤油味を楽しめる一杯でした。生姜も効いていて、後味もすっきりしているので非常に飲みやすいスープでしたね。さらに背脂も少し入っているので、動物系のコクも感じられて、もう本当にね、とっても美味しいスープで、ついつい完飲してしまいました。麺は自家製の平打ちピロピロ麺で、スープとの絡みも抜群で、強めのもっちりとした食感のめちゃうま麺でした。もう後半になってもね、そのもちもち感がだれることがなく、最後まで美味しくいただける麺でしたね。食べてる時に他のお客さんを見てると、つけ麺大盛りで注文してる常連さんらしき人が結構多く見られました。確かにあの麺を水で締めてつけ麺スタイルで食べたらね、めちゃくちゃ美味しそうだなと思ったので、ちょっとね、また近いうちに行きたいと思います。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、維新商店さん、麺地維新や、うまかった。Do do da da.